さあ、今日は昨日に引き続いて、レヴォーグの紹介をしたいと思いますけれども、昨日その見た動画見たあの視聴者の方から、GT について、レポが欲しいというような話がありましたけれども、GT って世の中にほとんど出てないんですね。ですから、それのレポートは難しいんですよ。けれども、昨日の車と同じですので、別にあれを見ていただければそのまんまです。で、これ例えば今うちで、ちょうど展示する車が必要だったので、このマグネタイトグレーをどうしてもお見せしたかったので、この車を下ろしまして、それで、このままお譲りしようということで、実はこういう用品の装着をして、ここに、ケンウッドのナビをつけて、これはケンウッドをつけたんですね。で、価格を抑えて、今お譲りするばっかりになっているわけですけれども、実は実際に使ってみて、昨日はこれがパナソニックのナビになったわけです。で、動画を見た方はもう僕が何を言ってるかということは承知してらっしゃると思うんで、具体的なことはもうここでは割愛しますけれども、要は今度これをなくしちゃおうと。僕はパナソニックもいらないし、このケンウッドもない状態で、実はその十分な機能を発揮するんじゃないかなと思ったわけですね。そうすると GT という車は、格好の素材になります。どうしてかというと、例えばですね、普通の方はこの車を買った方がいいと思うんですね。なぜかというと、これ運転席だけではなくて、助手席にもこの電動シートがついてます。それからこのナンバーサポートがこれあるんですね。ここも GTH だけです。まあ SI は忘れてくださいね。 GT か GTH の話ですから、機関性能は全く同じです。でこれがこれはある。助手席も8ウェイのパワーシートがついてます。それからこれも、ね、比較のレポが欲しいということですね。その方が分かりやすいと思うので、これも GTH です。でこのステアリングの握った感触ですね、これが STI と同じような革を使って、それで、ステッチだけこのブルーなんですね。ですから以前の GTS に相当するものが、用意されていると思っていただければいいですね。それからここにアンビエント照明、ここにも今ついてますね、アンビエント照明。これはアンビエントとは言わないんですけれども、握りの部分を照らすわけです。本来のアンビエントはここに入ってきます。こういうところにもっと彫りを深くしてギュッと握りをつけて高級な内張りにすると実現可能です。これは大衆車の延長線ですから、どうしてもそれができないんですが、本当のアンビエントっていうのは、ここをもっと彫りを深くしてグッと握りをつけて、それでここにビューッと入れていくとアンビエントですね。覚えておいてくださいね。意地悪なこと言うでしょう、ね、こうやって言わないとそれでいいと思っちゃいます。スバル系のね、誰かが書いた書き込みだと思うんですけど、とうとうデザインコンセプトなんて引きずり出してきてね、国内のこの手抜きのことを擁護してますからね、完全にね、そういうことを言いたい人だと思うんですけど、これね、今のアンビエントなんかも一緒ですけれども、ここにこういうデザインコンセプトを持ってきたんならデザインチームはここまで光らせたいのは当たり前なんですよ。コンセプトじゃないです。これを、ね、後でつけた、ぶしつけな言い訳ですよ。これがボクサーのエンジンのピストンだからここまでしか光らせないなんて、そんなバカなことないですね。昼間の衣装と夜の衣装が変わるなんてことは手抜きです。それはそれで置いておいてですね。あと、このペタル、これがアルミになってるわけですけれども、GT はこれがゴムだということになるんですね。さあ、それでそういったことを、ここもそうです。忘れてました。これが、黒く塗ってある、インプレッサーみたいに黒く塗ってあるのか、こういう芋のブラックですよ、これ。芋の調に揃えてあるかっていうことなんですね。で芋の調でしょ、これ。で、最後に、ここです。これがね、ちゃんとファブリックにこれはなってるわけです。ね、このトリコット全体でいっちゃうのか、ここにファブリックをちゃんと使っていくのかという、その違いだけで、トリコットでも別に滑るわけじゃないので、
取ったことはないんですね。そうすると何を考えているかということを SEI に乗りながら話しましょう。まあこの STI ですけれども、これになってくるとですね、ここが、18インチになりますね。で、これ見るとわかるでしょね。寂しいですよ。で、まあ18インチ、 GTH も実は18インチなんですけど、デザインがちょっと違うんですね。さあこの STI ね、まあ好き嫌いは別にして、やっぱりあの高級感ありますよね。それでですね、このスターリンク、それから LCD のこのメーター、まあ、どれを取ってもですね、海外の車に引けを取らないので、昨日より53円8、それから物理スイッチがあって使いやすいんですよねこういうのはね、はい。で、もう一つはですね、それはもう迷いのないことで、これを予算があったら割安ですから、一番いいの買うのがいいに決まってるんですよ、ね。で、じゃあ GTH がダメだって言ったらダメじゃないということを今分かっていただきましたね。で、 GT っていうのは普通の人が乗るのにはちょっと考え物で、前から言うように車用車で降ろすとかレンタカーで降ろすとかっていうことにはいいと思います。というのはそれだけの今のタイヤの径まで違ってて、20万円の差額なんですよ。ですから20万円の差額だったらありだなと思って、逆に言うとまあスバルもですね、まあ、儲かりはしないんだけれども、まあこれはっていう価格帯狙っていくと、ちょっと最初のスターティングプライスを282万円つけとかないと厳しいかなみたいなね、ケンケンガクガク、それから僕みたいな人間がいるので、どこ突っ込んでくるかわからないのでね、スターティングプライスをここにしとく方が無難だなって、282っていうのをつけたと思うんですよ。だから逆に302万っていう車が僕は割安だと思います。さあその上でスマホをですね、この最新版に変えましたので、まあいいですね。この顔は認証しますしね、このなんていうんですか、ずっと僕使ってたのは iPhone6 だったらしいんですけど、わからなかった。あれタダでもらったので、ソフトバンクの戦略に踊らされてで、またソフトバンクから離れられないのが辛いんですけど、で一番新しいそのスマホにしたので、これとリンクするのもいいんですけど、もうこれだけで、ね、これだけで特にラジオとかCD とかをどうするのかと、ここで聞くのはもうラジオとか CD で、あとは地図なんかもこれが見られればいいなということを考えていくと、何ができるのかなっていうことをまず考えます。それからもう一つはですね、 STI のパーツを使ってカスタマイジングするならば、逆に一番安いやつを使って、誰も見たことのないような車にするのもオーナーの楽しみの一つかなと思うわけですね。そうすると軽い方がいいので、この電動シートって結構重いですから、助手席側のですねシートが軽くなるだけでもかなり重量的には効果があるんじゃないかということが一つですね。それともう一つはクールグレーカーキが意外に似合いそうで、実はその本当だったらこの黒ミラーもですね黒くしたいんですよ。ピアノブラックのサテンメッキはもう流行ってないですよね。もう今更僕サテンメッキやめた方がいいと思うんですけど、ピアノブラック系の黒とかですね、今カーボンの黒ですよね、ああいうカーボン調の黒とか、あっちがいいですよね。ですからサテンとかですね、そういうのもんなら、そのことこれがいいです。サテンメッキよりこの芋のブラック系のもうちょっとトーンをですね落としていくと、ヨーロピアンなスバルのこのレヴォーグのこのいでたちにねすごく似合うと思うんですね。で、静粛性なんかもですねもうそんなに変わりませんし、STI のパーツでですね一番つけたいのが、あれ17インチのホイールじゃないですか。実はですね19インチのホイールが出てまして、タイヤを買わなきゃいけないんですが、割安なホイールなんですね。1本5万5000円ぐらいじゃなかったかと思うんです。もしかしたらなかったかな。そのいわゆる、ホイールをですね、19インチにしてタイヤを変えちゃって、あのホイール黒いので、クール
ールグレーカーキのこのレボーグのサイドシルをサイドシルのスポイラーありますよね、サイドシルスポイラーを黒く塗って、あそこから下に STI のサイドスポイラーをくっつける。で前後はもちろん STI の、あのキットですよね、エアロキット、そいつをですね入れてクールグレーカーキでこの下側を黒く締めてあげたら結構ですねクールな車が出来上がるんじゃないかなと思います。さあそれでですね、GTH とこの STI と乗り比べて、今これノーマルの足です、ノーマルの仕様です。このノーマルの仕様で、GTH よりも少しこじっかりした感じがしますが、その理由はこれはアクティブダンパーがついて前後のサスが通信しているので、こういう雰囲気になります。でこれをこのドライブモードセレクターで、こちらのパワーユニットアイロンは、このサスペンションを、コンフォートに、してあげると、ね、こういう状態にしてあげると、まあ、この車の場合は、昨日乗ってる車の隣に、こう乗ってると、あの頭の中で後で昨日の動画見てもいただいてもいいので、想像してほしいんですけれども、こちらのこのコンフォートというのは、乗り味っていうのは標準の GTH の足とよく似てるんですけれども、収まりが違います。ファッと止まるんですね。ファッと飛んで収まって、伸びる時も伸びる時はスムーズに伸びるんですけども、適当に抑揚が効いてるので、僕はこのコンフォートの STI の足っていうのは非常に秀逸な足だなと思うんですね。こういう足を作れるようになったのはすごいなと思います。それでそれだけの車を作ったプロジェクトチームですから、それだけの車を作ったプロジェクトチームが、普通のですねソリッドなダンパーとかバネのセッティングで失敗するはずはないわけですね失敗しないです。ですから普通の道路をビューンと走ってピョンと飛んだりするところは STI のですねコンプリとかよりも良かったですよ。STI のコンプリとかが負けちゃう、まあ、WRX ね、それぐらいの仕上がりになっていると思うので、 GT も GTH もエンジンの特性だとか、ダンパーのこの標準のダンパーの味っていうのは同じですから、何にも比較するところはないということですね。それからアイサイトですけれども、アイサイトはやっぱりこの操舵応答性なんかがですね、この例えば車線逸脱の抑制とかそういうのを自然にこう操作してて介入しきった時に、こちらはですねものすごくよくできてます。で、前のアイサイトはいわゆる前のアイサイトといっても GTH とかこの STI に使われている EX でない方のアイサイトは新開発のアイサイトなので、制御系が前のままだというだけの話ですから、古いわけではないんですけども、やっぱり制御系が前のままだということはどういうことかというと、この車線のですね中央車線にこう寄っていった時のこのアシストの入り方とか、そういうこの車をこのドライバーの意思に反して制御しようとするときにすごく不自然さがまだまだあります。これはですねそれがかなり消えてますね。でそこはアイサイト X を搭載した車のかなりいいところじゃないのかなということを、感じました。まあそういうことをですね昨日と今日とこう乗り比べてみて、つくづく感じるので、やっぱり、トータルな点で言ったらですねこの STI を買う方がいいに決まってるんですけども、だからといって、GTH や GT がですよ、レベル的にですねすごく劣ってるかというとそんなことはありません。で昨日飛んだ場所っていうのは、まあ、ここもそうなんですけれども、普通の道路では、なんともないように見えるんですけど、こういうところですね、ここ硬いやつだとギャーンと跳ねるんですけど、それがですねこの車も GTH もそんなことはないので、それでよくできていると力説しているわけですね。まあお分かりいただけましたでしょうか。まあ、せっかくねここまで来たので雨のこの中でですね
ちょっとエアコンの音がうるさかったかもしれませんけど、曇りましたのでね、今切りましたけれども、この電子パネル確かにいいので、これ使いやすいですけど、この大きいしね、ちょっとねここにあるあのマルチファンクションディスプレイっていうのは、使いにくいですね。使いにくいんですけど、あれをエアコンパネルだと思ってしまえばいいし、下手にですね電子的にこう統合してデジタル化をしているよりも、あれにはもう何も、もうメーカーが最初にデフォルトで入れてきたものだけが機能するんであって、あれはあんだけのもので、あそこに画像だとか映像なんてのを出すんじゃないんですよって割り切ってくれると、ああそうですかと、ならばそれでいいですよねと。別に車が誕生日を教えてくれなくてもいいし、あの余分なことにお金使うよりも値段で、安くしてやるくれた方がいいですよねというふうに思いました。で、ただ肝心のですね、ここをどうするかっていうことについて、わざわざですね、もう過渡期になってきた今までのナビをもう放り込むっていうのも一つの手ですけれども、まあ、僕はこう実際にこのねこのスマホを随分我慢して、ね、使わずにいたんですよ。もうカメラをね東京に忘れてきたおかげでね踏み切りましたけど、踏み切ってよかったです。前の iPhone がその日からですねバッテリーがもう全然持たなくなって、つなぎっぱなしにしておかないとダメなんですね。やっぱり電子部品っていうか、その今のそのああいうものってほとんど使い捨ての時代になっちゃいましたよね。もうナビなんかももうこれからは車に装着したらそのまま昔のように資産価値なんてない時代になりましたので、それならばですねもうこのあるものを一つに統合して使っていく。で逆に、ホイール19インチにして GT でホイールを19インチにしてちょっと下を黒く塗って、どんな車になってクールグレーカーキってこんなにいいんじゃないかっていう、なんかこう提案する車を作ってみたいなと思って、実は先ほどGT を注文しました。杉山くんがねで思わずね、さすがですねってから言ってました。そうするとうちはですね、全部展示車が3グレード全部展示車が揃うわけですけども、ただじゃあのつまんないですね、お客様にですね GTH の方がいいよと、それから STI がやっぱり今考えれば STI ですよと勧めるならですね、その裏付けをちゃんとあの説明しなきゃいけないですし、じゃあ GT は何のためにあるのかって考えた時に、あなるほどと、20万円の価格差をこういう風に使えば面白いじゃないかと。ちょっと普通 のカスタマイジングとは違いますよ。あの無駄な金っていうと変ですけども、 あまり、自己満足、ね、自己中なお金のかけ方ではなくて、こういう適切な金のかけ方をすると自分だけの車になるんだなということをですね、まあ、ゆっくりですけども紹介しようと思いまして、先ほどですね、クールグレーカーキの、280万円の安い、レヴォーグですけれども、GTH に乗って、性能は問題ないと確認しましたので注文しました。以後またお楽しみに。